を支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディにアプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。黄昏の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。会う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように動いた携帯の窓。君は一人じゃない、ほら皆互いに支え合ってくのさ。不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ。逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけるどっちかった。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディにアプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。Far away, far away、 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう、皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。人は誰も一人では生きていけやしない、互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。なのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めてラプソディ。